あ、どうも、どうも皆様、おはようございます。カズチャンネルのカズです。なになに？ん、なんか顔違うって？寝起きだよ、寝起き。寝起きはね、もうこんな、もういつも以上にね、目の上がね、腫れぽったいんだからね。ほんで今はですね、テレント、まあ、朝の、5時9分、まあ、いつも5時ぐらいに起きてるんですけども、まあ、皆さんがですね、過去に結構気になるなーっていうのが、僕のね、パソコンの電気代だと思うんです。結構ね、コメントで、電気代やばそうとかいろいろ書かれたことあるんですけども、今ですね、まあ、私のパソコン見ると、これでっかいのが本体。で、ここに、まあ、大きめな、モニターがあるんですけど、本日はですね、まあ、大体1日ですね、夜10時ぐらいまでは起きてますから、しっかりね、こちらの方で測っていきたいなと思います。まあ、これ何なのかというと、ワットチェッカーっていうものでございます。ちょっと差し込んでみるか、これ。引っかかって刺さんねえよ、俺。ちょっと無理やり手前に引き出して。よいしょ、あ、刺さった。するとね、見える、これみんな。今、102.4 とかってなってるんだけど、これ今、ボルトかな、102V 流れてます。ほんで、今ね、ここに今、コンセント入れて、よいしょ。そんで、これね、今、ちょっとつったる照明なんだけど、ちょっと、明かり灯すね、これ。よいしょ、あー、眩しい。いや、眩しくねえよ。うん、眩しくねえからな。まあ、そんで、まあ、ここら辺、ポチポチしてあげるとね、来たかな。これは、これは今、レートですね。まあ、これ、地域とか、契約してるやつによって電気代変わってくるから、まあ、これ、アベレージのやつかな、これ。ほんで、今、ちょっと書いてある、これ、91VA。これ、ワットのことかな、VA だから。ボルトとアンペアかけてワットになるから、まあ、多分、今、88W 使われてるってことだと思うんだけど、で、0.86A。あ、多分そうだ。まあ、とにかくこれで、1日の料金とか、どんだけ電気使ったかな、分かるようになっていきますので、まず、リセットしてから行きましょうかね。んじゃあね、いろいろ繋いでいきますか、頑張って。まずはね、これ、こいつだな、多分。ここ抜いて、そして、ワットチェッカーをここにつけれる？あ、嘘だろー。これ頭でっかいのがまあ一つ問題なんだよな。ちょっと待ってね。この先、ちょっとタコ足になっちゃって悪いけど、こっちの先の方で、分岐させるわ、これ。よいしょ。はい、見えてるかな？さっきの、まあ先っちょの方なんだけど、まずはね、この子を、ガチッと差し込まさせていただいて、ほんで、一回ね、リセットかける。リセットします。よし。コストもちゃんと0円になりましたね。ほんで、ここから、もう、ほんと悪い見本だな。タコ足の悪い見本。よいしょ。さあ、これでですね、今スタートですよ。ほんで、今ね、消費ワットもまあ、だいたい0なんですけど、こっからですね、こっちにいろいろ差していきたいなと思います。まずは、これがね、パソコン本体。よいしょ。ほんで、もう、ちょっと、これは悪いで、タコ足ちゃんになってるけど、これね、パソコン周辺機器、まあ、モニターなどでございますね。よっこいしょと。ほんで、こちらもでございますね。よいしょ。そんで、これで最後かな。よっこいしょと。まあ、これ、まあ、僕がパソコン周りで使うやつ。で、今現在でね、24ってなってますけど、今ね、本体は使われてない状態。で、だいたいいつも 24W かかってる。まあ、すごいな。ではね、パソコン電源投入いたします。はい。入りましたよ。あ、160。あ、いったね。思ったより省エネ？電子レンジとか 600W とか。まあ、電子レンジと比べんなって話だけど、今多分起動のね、一番電気がかかってるとこだと思うんですよ、これ。ほら、今起動時のやつ。はい、ここんで、ちょっと落ち着いたかなねえ。確認してみましょう、これ。はい、若干下がったかな。120前後がちょびっと見えるようになったけど、まあ、こんなもんでございますね。まあ、ここからですね、1日かけて、どのぐらい、電気代がかかるのか確認していきましょう。今のところね、まだまだコスト 0.00 円。まあ、ここから少しずつ増えていくかと思います。何？いや、朝一はね、マイクラで結構遊んでんだよ。いや、これはこれでどんだけ電気代かかるんだろうね。まあ、とにかく夜楽しみにしておいて。はい、どうも、こんばんは。朝の撮影から何時間だ？ 15 時間ぐらい経ったのかな？ようやくね、もう今日は終了。今ね、裏作業で、マイクラ、ちょっと今、つけっぱなしで、無理やりね、右クリック押しっぱなしで、ちょっと無理やりなことしてるけども、もう一応終了。ただね、パソコンはね、ずっと夜、つけっぱなしにするから、まあ、その分ね、電気代かかっちゃうんですけども、とりあえずね、22時、50分でございます。何やってたんだろうね、今日は。朝、
とまあマイクラとかやって、昼スプラトゥーンで、まあゲームも遊んで、でメイン用の撮影でちょっとお外の撮影して、ほんで、まあ真面目な仕事のやつもあったから、それの撮影と編集もして、ほんで夜8時からはスプラトゥーン、みんなとライブの、実況のやつをして、あとそうだ、料理動画も、4本ぐらい撮影して、めっちゃ頑張ったな、今日。もう明日は休もう。いや違う、明日は出張だ、出張。まあそんなもんはね、どうでもいいんですよ。まあね、一日平均して4本ぐらい撮るってなるとね、やっぱ固めて撮ったりとかね、一日ね、6本、7本、8本ぐらい撮ることはたまにあります。ほんでね、まあ今日気になってるのは、電気代ですよ。このパソコンね、一日まあ大体17時間ぐらい平均して稼働させてると思うんですけども、一体いくらになったのでしょうか。見ていきましょう。ちなみに壊れてはないと思うんですけども、思ったよりなんか消費電力少ないな。 130W とかそこら辺ですね。まあいいんですよ、料金です。料金気になるのはここで行くと思うんですけども、せーのぽい。あ、結構かかってんなお前とりあえずですね、1日かけて40円でございました。まあ、というわけでですね、まあ1ヶ月換算で言うと40円かける30だから、だいたい1100円ぐらい。まあでもパソコンとしては結構電気代かかってるよね。どうなんだろう。みんながね、多分もっとそれ以上思ってたかもしれないし、あ、意外にそんなもんなんだぐらいで収まったかもしれません。まあただね、言ってもこれ仕事道具なんで、まあそんぐらいで収まってるってなると、まあ結構安い方ではございますよね。普通にね、工業系になってくるとね、もう桁が全然違ってくるから、電気代の。やっぱね、ほんと、コンパクトな仕事でよかった。収入少なくなったらね、それなりにもういろいろ無駄遣いを抑えるだけだからね、まあそこら辺は助かっております。まあ他にもなんかあれ使ってね、いろんな料金を調べることはできますから、もしよかったらね、なんかリクエストございましたらコメント欄の方によろしくお願いいたします。以上ですね、カズさんのパソコンの1日の電気代でございました。